ょっと待って、はい、こちら、ゆたかさん、ゆたかさん、ゆたかさん、はい、ありがとうございます、はい、タメ口的な、タメ口的な、はい、パッチョさん、パッチョさん、はい、事前研修、事前研修、事前研修、自然って言うんか、うん、はい、ジョニーさん、ジョニーさん、ジョニーさん、あー、ありがとうございます、はい、ダイソレータ、ダイソレータ、うん、アコさん、アコさん、お、はい、口先番長、口先番長、それだ、口先番長、うん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 、なんかタメ口と口先とかね、ね、ちょっと変わってね、はい、塩崎さん、塩崎さん、塩崎さん、ありがとうございます、はい、戦後最大の、戦後最大の、すごいねこれ、寝巻きさん、寝巻きさん、寝巻きさんいる、あー、はい、はい、ペットこれはもう絶対これやろなんか分からへんけども、なんかもう戦後最大のペットやぞ、戦後最大のペットどういうことやん、どういうことやんな、戦後最大のペット、はい、では行きましょう、行くぞ、パン、おー、ええねえ、待てよこら、ええねえ、ええねえ、
マジで設定を。いや、ようできてるんで、俺大好き、このこと。いや、まあすごい、すごいキャラコントというか、すごい、なんか、だから、まあ、最大って言われて、単純にその、大きいってなんか行きたくないな、みたいなのがありますよね。スケールとか、そうそうもう考えたこともないペットで、ね。でも、ペットをでも追いかけてた。だから、それは途中で、だからその、餌を追いかけてるってことで、ね、なったんか。まあ、いろいろ、まあ、まあ、何個か候補があって、まあまあ、まあ、一個が分かりやすいんですけど、うんまあ、ペットあの逃がしたと見せかけて、うん、例えばただ のひったくり犯を追いかけてるとか、うんまあ、なんか、まあ、適当に、まあ、とりあえず入り口として、はい、何個かあって、うんまあ、後藤がどういうタイミングで出てくるかなと思ったらまさかの両手ぐらいもう後藤が何の展開もなしにこう何往復もしてたからそろそろ出ないやばいなと何も思いついてないけどとりあえずこのまま死んだら終わりやから生き返るなそうしていく間にもう本当に戦後最大のペットなってるわけやん すっごい強いだからもう売ったものの死なれたらもう一人コントになるから大事は急所は外してやるなんとか生きてる設定でしたあー怖かったいやいやだから本当であーそうですね斬新だ斬新これは斬新思いつくわけないですもんねこのコントは普通に考え思いつくわけない台本コント台本でこれ出されたら信じられない気持ち悪いこいつコントコント